こんにちは。今ですね、福島県のここはね、大内宿っていうとこですね。じゃあ私もね、実はね初めて来たんで、あの何ですかね、昔のかやぶき屋根がこうずっとね並んでる観光地らしいです。ときちゃんさん、こんにちは。なんか白川郷とかね、あっちの方にあると思うんですけど、そういう感じのやつですかね。結構ね人いますね。私も初めて来ました。よくテレビでね、あのニュースでやってるんですけど、なかなかねあの来る機会がなくてね。ほらこういう昔の家がねずっと並んでるんですよ。あ、ハートミーありがとう。こう本当に昔ながらのかやぶき屋根っていうんですかね。冬もねここやってるみたいですよ。冬は冬で結構雪が積もって、それがあのいいらしいですね。ここで有名なのはお蕎麦なんですよね。蕎麦をあのネギ一本で食べるそうなんです。もう昔の日本ですよね。昔の日本。結構ね、何百年前の建物があるみたいですよ。400年前の建物とか。そのそばなんですけど、なんかねネギ一本食べるとかなりきついらしいですね。今日そばを食べようかと思ってきたんですけど、あ、みんな食べてますよ。あそこで三沢屋さんって結構ね有名らしいですね。そば、結局どこでもそば出してるみたいなんですよ。なんか地元の人曰く、地元の人はそんな高い金出して食べるそばでないなんて言ってますよね。やっぱり観光客向けなんですよね。ほらみんなそば食べてます。あれ、ネギ一本で食べてるんですよ。いや結構ね何気に暑いですね。20軒以上このかやぶき屋根がね並んでるそうです。結構平日でもね割と人観光客いますね。まあ昔のうちはみんなこんなかやぶき屋根だったんですよね。ちょっと覗いていきましょう。なんかね、いろんなお店ありますね。
嘘。2個ずつも欲しいの？それは使い道がありそう。カエルさん、大内塾です。福島県の、あの下郷町っていうのかな、ここは大内塾です。私も近くには来たことありますけど、ここに来たのはね、初めてです。ここ来ました。割と冬とかね、綺麗みたいですよ。雪が全部積もって、屋根に雪が積もって、福島もね、そうですね、あ、割とね観光地多いようでね、少ないと思うんですよね。まあ自然がねいっぱいなんですけど、意外と観光地はそんなに多くないと思うんですよね。大内塾です。大内塾、やっぱり赤べこですね。福島は赤べこ、赤べこですよね。この傘欲しいな。よってんがっしー。結構この屋根ね、維持するのも割と大変だと思うんですよね、このかやぶき屋根。よろず屋さん、今日はね、本日休業です。まあこうやってね、お客さん来るのを待ってるっていう商売もいいかもしれないですね。出すのはね、そば、そばオンリーって感じで。米屋さん、美人専用って書いてますね。美人専用、美人じゃない人はちょっとね座れないようです。割と日陰はね、風があって涼しいですね。なんかね、平和ですね、ここはね。ものすごく平和。なんかね、外国人もちょっと見えませんね。あ、ここさん、こんにちは。今日はね、福島県の大内塾っていうところに来てます。昔ながらのね、あの宿場町ですかね。大内塾っていう、やっぱり宿場町。金太郎そば、冬の写真見たら、結構冬の写真ね、綺麗でしたよ。全部雪積もって、で雪道路みたいな道路、通路に建てるんですね。それがまたちょっと綺麗な感じ。今ね、さっきはね暑かったんだけど、雲が出てきたんですよ。曇ってきたらちょっと涼しい。この辺ね、今日の夜中すごい大雨降ったんですよね。記録的な大雨みたいなやつがね、ザーザー降ったんです。シルビアさん、1回くらいね来てみる価値ありますよ。
大内塾、ね、昔懐かしいですよね。もう今タバコ600円もするんですね。僕吸ってる時はせいぜい220円でした。会津若松に来たら大内塾に寄ってみてください。わらじ、わらじってか、やっぱり山寺よりすごい楽ですね。山寺は結構きつかったんで、やっぱりあの鶴細工がね結構今人気あるんで、僕もですねあけびの鶴細工でもねこうもうちょっと年取ったら内職で作ったことないけど作ってみたいですね。すごいねあのまったりともうのんびりですね。この辺はなんかね変な外人もいないですね。変な外人もいないんでこうのんびりと、もはや昔のね江戸時代って感じですかね。神社とかあるんですね、高倉神社。でもこれ維持するの大変ですよね。結構屋根がねあのかやぶき屋根なんで、まあ僕らのうちも昔はこういうかやぶき屋根だったらしいですね。あまり記憶はないですけど、平日なんでね割とお客さん少ないんじゃないですかね。今日月曜日ですからね。よいしょ。休んで願書、会津弁ですね。よくござったなしとかね、会津弁ですよね。今日は火曜日ですか、失礼しました。ここは何とか村っていうか大内塾って言いますね。大内塾ね、時代劇でも撮れそうですけどね、映画かなんかでね撮ろうと思えば。はい、花丸さん、ここ福島県の大内塾です。いつもね仕事で通り過ぎるだけだったんで、もう長期夏休みになったんでちょっと来てみました。もう福島でこうライブ配信やるとこって考えてみると、あんまりね会津若松そんなに多くないんですよね。この前はあの会津若松城と飯盛山をやったんですけど、あとここ大内塾、他にねライブやるとこあんのかなって感じですね。そう、ネギそば有名なんですよね。でもネギそばの口コミ見てたら、なんか食べる気ちょっとなくして、もう食べなくていいかなと思ってます。
あれ頑張ってネギ食べるとすごいね、一本食べる人いるらしいんですけど、後からちょっとひどいらしいんで、あれ箸で食べていいらしいんですよ、割り箸とか頼んで。やっぱり一本ネギじゃね、さすがに食べにくいですよね。まあそれがあの観光客に売りなんですけど、こんにちは、お久しぶりです。どうやってこうかな、西安さん、ハートミーありがとう。ここはまたね、趣がありますね。この屋根に草生えてるのがいいんですよね。昔はね、うちのおじさんのうちもね、こういう屋根でしたよね。ときちゃんライブいいねありがとうございます。こうなってんだ、へー。なんかね、匂いも昔の匂いがしますね。昔の藁の匂いっていうか、茅の匂いっていうか。割と鼻がいい方なんで、匂いがね、その草の匂いがしますね。いや、ちょっと曇ってきたんでいいです、今日。少しね、暑くないです。雲がかかってきたんで。花丸さん、真夜中がね、すごい雨、土砂降りだったんですけど、今ね、晴れてますね。今は結構ね、雨降る感じはしないですね。夜中に降る雨は全部降ったって感じで。夜中すごかったですよ、もう雷はゴロゴロ鳴るし。やっぱり会津塗り有名ですからね、会津塗り。この辺やっぱり生地屋さんとかね、昔あったらしいんで、生地屋さん、あと塗り屋さんですか。ほら、ネギ一本で食べるネギそば、やっぱりネギ一本じゃ食いにくいですよね。今日はね、割と定休日多いですね。あいつ塗りみたいですか。結構ね、仕事でなんか古いあいつ塗りあるから買ってけなんて言われるんですけど、あれ買ってもね、なかなか売れないんですよね。お、ネギそば、みんなね、やっぱりここそばですよね。なんか 10割そばもあるって言ってますよね。あいつ塗り、綺麗だね。螺鈿細工になってて綺麗ですね。6,000円ですね、やっぱり。
欲しいものあったらね、あの注文買ってきますから。花丸さんフォローありがとう。リモさん、ここ大内塾です。やっぱりいい仕事してますね。まあ相手塗りいいですね。相手塗り、はい、ココさんハートミーありがとうございます。リモさん、やっぱりネギそばですよね。ネギそば、ネギそば、そばを頼んでネギ1本全部ね持ち帰りするのがいいんじゃないですかね。あ、トキちゃんまたよろしく。あ、ゆっくりね回ってみるしかないですね。ちょっとこれは こっちのそばはなんかタレが違うんですかね。つけだれが、よし、冬の写真が結構綺麗だったんですよね。冬、雪の白さとほとんど真っ白なんですけど、はい、ピノキアさんこんにちは。あのかやぶき屋根っていうんですか、昔ながらの大内塾っていうね、福島の大内塾っていう観光施設に来てますね。あの川のせせらぎもいいですよね。あの屋根なんかね、また新しく拭いたみたいですね、かやを。かやが新しいんで多分ね拭き直したばかりかもしれないですね。こうかやの色がね全然隣と違いますもん。もうここねすごいのどか、侍とか出てきてもねもう不思議じゃないですね。深志さんこんにちは。水戸黄門、そうですね、水戸黄門あたりちょっと助さん格さんあたりねいてもいいですよね。ちょっとアトラクション的にね、その辺の茶屋で団子を食ってるとかね、偽水戸黄門たちが。あ、
太陽出てきたらね、えらい暑くなってきましたよ。はい、ピノキオさん、ハートミーありがとう。なんかね、太陽出たらいきなり暑いわ。夏です、夏。まあたまに来ればね、こういうところいいですよね。なかなかないと思いますんで、こういう場所が。結構暑い。やっぱりね、男も日傘さす人いるみたいなんで、日傘を持ってこようかな。男じゃなかったですね、女性の人でしたね。なんかね、この辺上に神社みたいありますね。ちょっと日陰探しに神社に登りましょう。え、雷雨ですか。この前ね、地殿山に登ってきました。ちょっと暑いんで、ちょっとこれ日陰に行かないとこれまずいな。日陰、こっちから行こう。山寺に比べたらね、もう楽勝ですよ。ピノキオさん、お土産ね、いっぱい売ってますよ。売るほどありますよ。ふがしさん、雨ですか。あ、リモさん、今からじゃあ神社に登って神社からの風景お届けします。あ、ふがしさん、フォローありがとう、嬉しいです。いや、背中にね、すごい汗かいました、かきましたよ。これ冬来て上から見るのもすごい綺麗なんですよね。冬、その白、雪の白さが。あ、山本さん、こんにちは。ここはね、福島の大内宿っていうとこ来てます。この辺ちょっと涼しい。ここからここを登ると多分村全体が見合わせです。見ることができる。いいですね、このむしろ。最近むしろって見たことなかったです。むしろ、まあ山寺に比べたらもう楽勝っすよ。よし、もうすごい屋根にね、草ぼうぼうっすよ。草ぼうぼう。この風景よりもっと上に登れってことですね。これはもっと上から
大内宿。水分ね、今日持ってくるの忘れちゃったんですよ。もっとね、上に登れるはず。もっと 上からこれ見れますよ。どうですか、この辺眺め。車の中にね、置いてきちゃったんです、水筒。ここちょっと写真撮ります。ここが一番のポイントかもしれないですね。全部ね、こうちょうど入りますね。リモさん、ここですね、この角度的に。ここはね、撮影タイムですね。じゃあちょっと写真あと3枚撮ってきます。あ、今の電波途切れちゃったかな、もしかして。映ってますか、電波大丈夫ですか。電波大丈夫、大丈夫だな。バリバリ立ってる、バリバリ立ってる。いや、この辺ね、涼しいです。緑の森の中は結構涼しいですね。じゃあ急な階段下りますか。下りましょう。登るの大変ですけど、下るの簡単ですね、ここね。結構な坂道です、ここね。全部でね、20何軒あるはずですね、これね。カップルが来ちゃった。早めに降りよう。虫、どうせぐるっとするんでしょ。だったら変わんないんじゃない。ちょっとゆるいのずっと行くのと登るのと。花丸さん、アジサイでしょうね、アジサイ。綺麗なアジサイ咲いてますね。そばね、そば。もうね、お昼の時間はもう過ぎてますからね、今3時ですから。あ、セーフですか、ありがとうございます。あっちにもね、なんか神社あるんですよ。ちょっと神社眺めてきますね、ちょっと下から。なんか
なんか割とね、あっさりした神社ですね。まあ、さっきの神社ありましたからね。あ、でもあの人早い。あのカップルすげえ早いんだけど。宇宙人かな、もしかして。やっぱり侍さんのね、やっぱり供養塔とかこういうとこ来るとね、あるんですよね、侍さんの供養塔。結構みんな歩いてんだな、ここ。いや、とにかくね、一回来たかったんでね、来て、まあ、満足しました。10年ぐらい会津若松来てますけど、ここに来たの初めてなんです。白川郷と似てますけど、ここは福島県の大内宿っていうとこです。まあ、白川郷もね、もうちょっと白川郷は多分屋根が高いんですよね、もっとね。いくらちゃん、ここは福島県の大内宿っていうとこです。いや、これはちょっとやばい、暑くなってきた。超暑い。ちょっと日陰に行こう。日陰。これはたまらん。よし。日陰。エロウソクとかね、結構いいんじゃないですかね、エロウソク。やっぱりね、忍者とか水戸黄門とかね、これアトラクション的にね、見たいですよね、そういうのね。その辺に座ってね、水戸黄門が団子食べてたらつい買っちゃいますよね。結構雨降った跡はありますね、この辺ね。かなり夜中に降りましたから。本家加納屋、ちょっと覗いてきますか。本家加納屋、ちゃんちゃーす。ここは漬物屋さんですね。この辺に水戸黄門とかね、座ってね、団子でもね、食べててほしいね。いいね、たくさんありがとうございます。すごい静か、川の音だけ聞こえますね。まあ、ここね、いいですね、うるさくなくて。割と安いですね、甘酒シャーベット200円とか。ここね、良心的ですよね、この辺ね。冷たいお茶、そうですよね。なんか俺しかいないんで、ちょっと飲むの控えてきました。よし、この辺ちょっと見とこう。普通の昔の家ですよね。味噌。
それでも引っかかってくれんだったら泣けないぞ、もう。泣きたくても泣きつけてもできないから。もちろんいろいろありって書いてますね。ネギそば。やっぱりね、舗装なってないのがこれいいですよね。割と涼しい。これアスファルトだったらかなり暑いと思いますよ。こんにちは。ここは福島県の大内宿ですよ。いや、すごい太陽が眩しい。はい、ライブいいねありがとうございます。結構ね、外明るくてね、画面がえらい見づらいんですね。ラムネ安い、130円って安い。この辺ちょっとのぞいていこう。何だね、ちょっと待って。レトロ感あっていいですよね。レトロ感。ありがとうございます。花村さん、ありがとうございます。もう手ぶれぶれぶれしてると思うんだけど、ちょっとここで何か買ってこうかなと思ったのね。ラムネ安いからラムネ買っておこうかな。ラムネください。ラムネ、ごめん、ラムネ今日売り切れてしまった。あ、本当？マジ？終わりました。はいはい、ごめんなさいね。よかよかとです。お世話になっちゃいました。はい、わかりました。ありがとう。いえいえ、あれね、ラムネはね、売り切れるほど人気あるんですよね、これ。あそこで売ってるから買っちゃおうか、ラムネ。なかなかラムネってね、ちょっとないから買っちゃう。ここで売ってんの？ラムネ。売ってる売ってる。ラムネ買ってんの？水分補給。ラムネください。これ。はい。すみません。ちょっと、ね、熱い。150円。150円。じゃあ200円かいいですか。はい。7万円するんですか。そうですね。すごいね。それアケビじゃなくて何ですか。山の木ぶどうですね。ぶどう。ぶどうの。へえ、すごい。
ラムネタイムです。これ絶対溢れんだよね。溢れるはず。あ、溢れた。思いっきり溢れた。ラムネ思いっきり溢れた。ラムネってね、なんでこんなに溢れるんですかね。案外冷えてない。溢れたついでにね、スマホを落としました。3,300円ですか。330円じゃないんだ。なんか何かを茹でてあげるんじゃないですかね。エリーさん、こんにちは。ラムネ飲みられてないときつい。ラムネ最後まで飲みたいな。ラムネ思いっきりこぼしました。これすごいね。7万円すんだこれ。7万円、やばいな。エリーさん、ここは福島県の大内宿っていうとこです。一応観光地です。ラムネ一気飲みしました。もうね、ラムネこぼしたんで手がね、ラムネでもうずぶ濡れになりましたね。ソフトクリームもね、つい食べたくなっちゃいましたよね。ソフトクリーム、ソフトも食べちゃおうかな。ちょっとここのソフト400円高い、ちょっと高い。ライブいいね、ありがとうございます。ここね、初めて来たけど結構ね、のどかでいいとこですね。まあ今日は火曜日なんでお客さんも少ないみたいですけど、もうね、のんきにのんびりムードですね。太陽出てきてからね、すごいね、ちょっと暑いですね、さすがに。うまみそせん、おうちゃ、背打ちそば。やっぱりね、土日とか結構お客さん多いんじゃないですか。今日はね、中国人一組ぐらいしか見かけないですね。
山寺なんかはね中国人いっぱいいましたけどね、この辺は割と少ないですね。ところてん、ちょっと突っ込みましょう。ここは突っ込みどころ。行くぞってやろう。会津コーラって前からあるんだけど一回も飲んだことないですね。もう珍しい小学校の時の机ですね、あれね。他のお客さんに紛れてちょっと撮影しよう。会津にはね本郷焼きっていうのもあるんですよね。本郷焼き、ここのソフトいくらかな。そば粉の天ぷらまんじゅう、俺が欲しいやつはみんな売り切れてんだ。福島県のお家。あ、ココさん、ありがとうございます。説明してくださってありがとうございます。ここは駐車場代500円で、別にね、入場料とか一切かかりません。駐車場代払えば、まあ無料ですね、無料。連れて行こうか。やっぱりね、福島は赤べこなんですよね。赤べこ、あと北方ラーメン、北方ラーメン、白川ラーメンも美味しいですよ。北方ラーメン、白川ラーメン、結構ね、件数多いですね。件数多い。どうですかね。火曜日なんで、まあ、こんなもんじゃないんでしょうか。手作り駄菓子とかね、いいですね。アイスモナカ。じゃあね、そば屋に行くふりしますかね。行ってみるふり。値段見てこ。よいしょ。1320円すんだ。高藤さんも。なんかね。値上がりしたね。1320円ですよ、そば。前はね、1000円ぐらいだったはずですけどね。今どこ行ってもね、観光地あれ、なんかね、値上がりしてますよね。いろんなものが、ガソリンとかいろんなもの値上がりしてるんで、前1000円だったやつが大体1300円とかね、値上がりしてますよね。俺が映ってる。よし、
この皿でかい。あ、こんなところで一通りね見終わりましたね。よし、これでね、もうあと帰ろう。一軒だけ離れたとこありますね、離れた店。おしまいなんて書いてますね。